はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は5銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の12月の28日木曜日、今が16時44分を回ったところです。昨日はちょっとね、動画を撮ることができず、本当に申し訳ございません。この師走の時期ですね、なんかいろんなことが重なって、結構バタバタしてしまいますよね。皆さん体調管理ぜひですね、お気をつけいただければと思います。で、今日の仮想通貨市場なんですけど、ビットコインがね、昨日の夜は若干反発していたんですが、直近で反落して今は4万3000ドル付近で動いています。まあ、ビットコインに関してはここ最近ずっと横ばいのようなね動きをしていて、まあ ETF がどうなるかっていうところ、もうこの材料をみんな待っているという状況だと思うんですよね。そんな中で直近あの通貨がめっちゃ強く動いてきてるんですよね。その通貨はイーサリアム。2024年はイーサリアムがビットコインのパフォーマンスを抜くんじゃないかっていう風な意見が結構散見されているんですよね。まあ今一体どういう状況なのか、そしてイーサ以外の他のアルトコインもクジラが蓄積しているっていう動向がまた見られています。何のトークンを今クジラは蓄積しているのか、このあたりも踏まえて今日はですね、皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄ピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕も実際に使っているおすすめの取引所、以下の概要欄にいくつか載せております。まあ、まずは現物からということで、バイビット、ビットゲット、このあたりがですね、初心者の方にもおすすめかなと思いますので、今ねちょうどキャンペーンもやっておりますので、以下の概要欄からチェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい、1点だけお知らせで、僕もトレードではメインで使っている FXGT なんですが、今1万5000円の新規登録ボーナス、そして 100% のウェルカムボーナスが入るキャンペーンを行っております。これ一応スタンダード講座限定なんですが、このボーナスで MT5 やトレードにですね、まずは慣れていただいて、その後プロ講座に移行してトレードすることで、スプレッドも非常に小さくて、まあ為替やゴールド、それからクリプトも含めてですね、お得にトレーディングしていくことができますので、まずはぜひこの機会を使ってトレードにもチャレンジしていただければと思います。今日の仮想通貨市場はビットコインが605万ということで、まあ昨日から行くとほぼ動きはない中で、イーサが強く反発しました。 5% の上昇、33万5000円まで上がっています。今日見ていただくとお分かりの通り、アルトコイン市場が強いんですよね。特に主要銘柄、主要アルトコインが軒並み強い動きとなっています。その中でこのアルトコインたちを引っ張っていった存在のソラナだったりとかアバランチ、このあたりは一点今日は反落しているんですよね。まあ、今後どのような通貨が盛り上がっていくのか、このあたりに関しては海外のニュース、そしてテクニカル分析でしっかりですね追っていきたいと思います。じゃあその前に株式市場の動向から見ていきましょう。まあもうこの年末の時期、なかなかですね株式市場動きません。昨日のアメリカの株式市場も、主要3指数一応上昇したんですけれども、まあほぼ動きはなかったということですね。で、今日の日経平均に関しても薄商いの中、若干売られるような展開、 0.4% のダウンとなっています。33,539円で終えております。5日ぶりの反落となったと。まあ薄商いの中、円高がですね直近かなり進行しました。ドル円でいうと142円の重要サポートライン、これを下に抜けたんですよね。それによって140円まで一気に円高が進みました。まあ、これによって日本株売られたんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。はい、ドル円は今140円台後半、もう5ヶ月ぶりの高値に達しているということで、アメリカの金利がですね大幅低下したということで、これを受けてドルが売られているという状況が言われてるんですよね。まあ今利下げ観測が結構強くなってきているということもあって、まあ、長期金利においても金利がね結構下がってきているという状況が確認されているんですよね。日銀に関してはマイナス金利の政策を変更する意向はないということが先日ですね発表されていますけれども、アメリカの金利も下がってきてしまっているということで、まあドル円相場に関してはちょっとねどうなるかわからない状況になってきたかなというふうに思っています。まあテクニカル的にどこがね重要なポイントになるかっていうところは、最後にですね取り上げていきたいと思います。はい、それから今日明日とですね、重要な経済指標発表は特にありません。まあ次の注目指標というと、来週の1月3日の水曜日ですね、先日の FOMC の議事要旨が発表されると、これはかなり注目されるんじゃないかなと思います。それから1月の4日の木曜日、 ADP の雇用統計、そして金曜日アメリカの雇用統計が発表されると。はい、年始早々ですね結構重要なイベントが目白押しなんですが、年末にかけては特に重要視するものはですねないかなというふうに思っています。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、あのマイクロストラテジーがまたビットコインを爆買いしました。6億1500億ドル分のビットコインを買いましたということで、一応これ12月に買ったということが直近のレポートの中で分かったということですね。はい、12月で 14,620BTC を取得していると。一応今回の平均取得単価は 42,110ドルで、これまで買った全部で合計すると 18,900BTC 持ってるんですが、平均取得単価は 31,168ドルに押し上げ
げられたということが言われています。マイクロストラテジーに関してはここ最近めっちゃ買ってるんですよね。まあ、今月12月も買いましたということなんですが、これで4ヶ月連続の買い増しとなっていると。まあ、やはりビットコインの ETF の承認だったりとか、あと半減期に向けてのビットコインの需要、それから期待ですよね。そういったところで今のうちに買い増しておこうという動きが見られているということですね。まあ、まだ何も持ってない方が今の水準からビットコインを買うのはちょっとね、どういう風に買えばいいかっていうのは人それぞれなのでなかなか難しい部分はあるんですが、しっかりホールドしていく、本当に長期を見越してっていうことであれば今の価格帯からもですね全然買ってもいいんじゃないかという風に個人的には思っています。まあ、少なくともマイクロストラテジーはめちゃくちゃ買ってるので、まあ、ちょっと心強いかなというところですよね。もう一つね、ちょっと今日は心強いニュースがあって、バイナンスのグローバル版なんですけど USDC の通貨ペアを追加したというニュースなんですね。まあ、ソラナとか XRP、 それ以外にもカルダナとか ARB とかアバランチとかポルカドット、インジェクティブ、マティック、OP、オーディとか、まあ、いろんなですね複数の銘柄が、日本時間28日の17時なのであと5分後ですね、5分後から利用開始になるということです。で、これ何があったかというと、バイナンスって一時ですね BUSD っていうバイナンスステーブルコインを発行するということで USDC を BUSD に強制的に転換させたっていう背景があったんですね。ただ、BUSD を発行する会社にいろいろ問題があって結局発行を中止したと。その中で、まあ、USDC の通貨ペアを復活させるっていう風な動きになったわけですよね。もちろん BUSD を使っているユーザーよりも USDT を使っているユーザーの方が多いっていうのは明らかですので、まあ、この USDT 通貨ペアの復活によってまたバイナンスの流動性は上がっていくという可能性は十分にね考えられるんじゃないかなと思います。まあ、タイミング的にもね非常にいいタイミングだし、今後もまあ世界トップの座をですねしばらく譲らないんじゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、こういったポジティブなニュースがある中でビットコインの価格は今のところ4万4000ドルを前に若干高止まりしていると、なかなか上に行けないっていう状況がまあ続いているわけなんですよね。その中で今日冒頭でもお伝えしましたが、イーサリアムがめっちゃ強くなってきていると、イーサリアムの復讐が始まるんじゃないかっていうことがコインテレグラフの記事で書かれています。まあ、イーサリアム直近でですね 9% 以上上昇したんですが、これ何か大きな出来事の始まりなんじゃないか、まあ、いろんなですねアナリストの方が個々に分析をされているんですよね。まあ、ここ最近ソラナとかは爆上げしたんですが、イーサに関してはまだくすぶっていたと。特にやっぱり2024年いろんなプロジェクトがこうローンチしていく中で、まあ、必然的にイーサリアムチェーンのユーザーっていうのももちろん増えてくるし、 TVL も絶対増えてくるということがですね見込まれているわけですよね。まあ、来年に関してはイーサリアムのアップグレード、デン君も控えている、それからイーサリアムの現物 ETF の件もですね、まあ、一応先延ばし にはなりましたけれども、また承認に向けてですね期待感が高まってくる可能性があると。まあ、いろんな状況を考えるとやっぱり今まだ上がりきっていないうちにですね買っておこうという動きが見られるのは、まあ、至極当然な話なんじゃないかなというふうに思っています。はい、あるアナリストの方もイーサは2024年にビットコインのパフォーマンスを上回る可能性があるということがですね言われています。まあ、やっぱり今後いろんなプロジェクトがスマートコントラクトを使っていくと、まあ、そのトッププラットフォームとしてのイーサリアムの地位、これはまあ揺るがないだろうと、むしろ促進されるだろうということを言っています。まあ、それからイーサに関しては今バーンされるようなメカニズムがまあ組み込まれたということで、この辺もイーサの価格を後押しする一つのですね要素になるんじゃないかということが言われてるんですよね。このバーンメカニズムに関してはイーサのチェーンを使えば使うほどバーン量っていうのは多くなるという設計になっています。なので2024年仮想通貨が盛り上がってイーサを使う人が増えればバーン量も増えていく。まあ2024年にとってはかなりイーサとですね相性が良さそうな感じはしますよね。まあ、最近いろんなアルトコインがどんどん上昇していく中で、まあ、イーサの期待感も今はですね高まっているという状況なのかなと思います。その他にもこういったアルトコインにも注目が集まっています。そのアルトコイン、チェーンリンクと MKR ですね、メーカー DAO のトークン、この2つのトークン、今クジラが積極的に蓄積をしているという動向がオンチェーンで確認されているんですね。何日か前の動画でも上げたんですが、まあ、依然としてこのチェーンリンクとメーカー DAO のトークンですね、 MKR、 この2つのアルトコインにクジラは注目しているという動向が見られていると、特にまあ中央集権型の取引所からこの2つのトークンを出金しているという動向がまあずっと続いているということが言われているんですよね。まあ、こういった動向の中で MKR に関しては直近非常に重要なポイントを上抜けしました。この後の展開予測ですね、それに関してはこの後テクニカル分析でしっかり見ていきたいと思います。それからもちろんこの通貨も注目が高まっていると、はい、皆さん期待していると思います。 XRP ですね、今日海外のアナリストの方がビットコインの半減期前に XRP が 1.2 ドルを突破するというふうな予測を出しています。まあ、これいろんな予測を出している人がいて、まあ、5ドルまで行くんじゃないか、はたまた10ドル行くんじゃないか、いろんな方がね予想を出しているんですが、まあ、ほとんどの方がやっぱり XRP のテクニカル分析をしていての話なんですよね。特に XRP っていうのはずっと横ばい、まあ低調な推移がですね続いた中で一気に爆発的に上昇していくと、そういう風な動きって
って過去にも何回も見られているということなので、特に今超大きな三角持ちが作られていて、そこには結構硬いラインが引かれていると、まあテクニカル的にもいつ飛んでもおかしくない状況が示唆されているということが言われているんですよね。ここ最近 XRP のアクティブなアドレスの数についても、もともと9000件くらいだったのがここ最近で1万3000件以上に増加している。そして XRP レジャー上のデータによると、ネットワーク上のアクティビティ、まあ、トランザクションとかも依然として増加傾向になっているということで、価格にはまだね反映されていないんですが、ふつふつとですね盛り上がってきているという状況は確認されているようですね。こちらに関してもこの後テクニカルでね、しっかり見ていきたいと思います。じゃあ最後にビットコインの OI、まあ、バイナンスの OI をですねちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、全期間で見ていくと非常に高い値まで、OI に関しては伸びてきてるんですよね。一方で目先の動向を見ていくと、今日大きく OI が下がってるんですよね。まあ、年末の前にちょっとねポジションを解消しているという動きが見られていると、まあ、余計薄商いになりそうな雰囲気っていうのは感じますよね。はい、今板の状況を見ても非常に薄くなっています。若干買い板が厚くなっていて、下に関しては4万2000ドルですね、ここがもう明確に厚くなっているという状況が確認されています。あとは売り板、売り板に関しては4万3900ドル、まあ、4万4000ドルラインですね、ここで売りを待っている人たちっていうのも結構いるということが一応これによってですね示唆されているということですね。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコイン4万3000ドル付近ということで、まあ一時ですね今日4万3800付近まで上昇したんですが、売りに見舞われているということが確認されています。で、今この4万3000ドルっていうところが非常に意識されているっていうのはですね、水平線的にも明らかになっていて、まあここのラインですよね、まあサポートレジスタンスということで、ここ最近一番機能していると言っても過言じゃないラインになっているんじゃないかなと思います。まあしたがってこの4万3000ドル付近で反発していくっていう可能性は、まあ、全然ねあるんじゃないかなと思うんですが、反発したとしてもやっぱりこの状況から4万4000ドルを突破していくようなエネルギーっていうのはないんじゃないかなというふうに今のところ思っています。まあその中でもちょっと引いた目線で見ていくと、こういうアセンディングトライアングルの形を作っているんですよね。安値はちゃんとじりじりとですね切り上げていまして、まあ、4万4000ドルに非常に近い位置での動きになってきていると。このアセンディングトライアングルの収束ポイントは1月9日となっています。まあ、まさに現物 ETF が承認されるかどうか、はい、そのですね最終可否判断期限ぐらいのところでこのアセンディングトライアングルの終結を迎えるわけですね。まあ、基本的な形状から言っても上に抜ける可能性が高くて、まあ、ETF 承認されても上に抜ける可能性が高いかなと今のところ思っています。上に抜けた場合は4万6000ドルのこの上昇平行チャンネルの中線のライン、もしくは4万8000ドル、このあたりまで目指して、一旦事実売りによってですね、まあ、横ばいもしくは下落相場になるっていう風な予想を今のところしています。その中で強く動いたのがイーサリアムですね。特に昨日から一気に上昇を仕掛けてきましたね。で、ここ最近意識されていた2300ドル、まあ、直近高値若干抜けた時にもあったんですが、2300ドルでちょっとね抵抗がされていたんですが、今日一気にぶち抜いたということで一時2400ドルまで上昇しました。これによって年初来高値を更新したということで、イーサがねいきなり強くなってきたんですよね。まあ、ビットコインのイーサ立てチャートをちょっと見ていくと、こんな感じで一気に下傾向になっているんですよね。日足で見るとずっとですねこれまでビットコインが強かったということでずっと上がってきてたんですが、ちょっとこの20付近で頭打ちになっていて、ここ最近では一気に下がってきたと。もしかするとここで頭打ちになって次イーサのフェーズが来るというふうに考えることもできなくはないかなと思います。まあ、実際に2022年の時にもビットコインよりもイーサの方が強くなったというふうな傾向も見られましたので、まあ、同じようにこの辺で抵抗されて下がってきそうな雰囲気っていうのもまあ確かに感じるわけですよね。はい、イーサに関しては日足で見てもこの2300ドルが非常に重要だということは、まあ、毎日のようにお伝えしてきたわけですが、これをしっかり突破できたっていうところは結構大きなポイントなんじゃないかなと思います。しばらくはここでねしっかり底固めをした後一気に上昇するっていうフェーズが起きてもおかしくないかなというふうに今のところ見ております。それから XRP に関しては、まあ、引き続き63セント付近ということで、下は完全に硬いですね。この60セント付近が非常に硬いと、最終ラインは55セントっていうところもありますし、移動平均線との位置関係も非常にいい感じになってきています。あとは出来高が上がってこないということだけですよね。まあ、ただその中でも安値はねここ最近で切り上げているという状況が確認されていますし、4時間足レベルで見ていくと、まあ、全ての移動平均線密集を抜けて戻してきているという状況なんですよね。まあ、2日ぐらい前にも一旦これを抜けて全戻しされたという時もありましたが、ここの下落をですね しっかり下髭で耐えたということが結構大きかったんじゃないかなと思います。こうやって見ていくとこの下落、ここのですね12月の18日の下落を起点に安値を切り上げていっているという動向を見ていくと、まあ、ここの12月の8日のような吹き上げがですね短期的に見られても全然おかしくないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、目先は70セント付近が意識されるという形になるんじゃないかなと思うんですが、
XRP の歴史的に意識されたのはこの80セント付近になります。はい、今の状況だとここに、まあ、到達するっていう未来はですねそう遠くはないんじゃないかなというふうに思っています。はい、それから昨日今日で大きく上昇したのがビットコインキャッシュ、久しぶりの上昇となりました。これまでずっと抵抗されてきた259ドルの水平線を抜けたということで、これは大きな信頼感につながったんじゃないかなと思います。これも、まあ、長期間にわたってアセンディングトライアングルのような形を作っていた中で、ここ最近に上抜けしたと、まだね明確に抜けたっていう感じではないんですが、おそらく移動平均線との位置関係も含めて、底固めされながらですね上を目指していけるような展開になったんじゃないかなと思っています。まあ、この状況だと一番最近で注目されるのは388ドル、まあ、それ以降でねなかなかこう重要な抵抗ラインっていうのはないので、結構ね上がりやすい雰囲気の中で400ドル前後までですね試していくような感じになるんじゃないかなと予想しています。それからアスターが直近強いですよね。韓国の取引所に上場されてこういった大きな上髭をつけたんですが、この上髭を更新するような勢いでこう放物線を描くような形で上昇してきてると、非常に強い時のパターンですよね。しかも今12セントっていうところまで上昇したわけですが、これまでずっと抵抗されてきたこの10セント付近の抵抗ライン、これをサポート側に変えることに成功していますので、ここからはかなり底堅くなって移動平均線が追いついてくる中で下を支えられてどんどんですね上昇していく。まあ、まず目先注目されるのはおそらく20セント付近、まあ、そういったところまでですね上昇していっても全然おかしくない状況にはなってきたんじゃないかなと思います。それから先ほどクジラが注目していると言っていた MKR ですね、今が1599ドル、ここ最近で抵抗されてきたのが1560ドル付近のこの水平線だったんですが、今これをブレイクしていると、はい、非常に強いですね動きが見られているということですね。 MKR に関しては完全に底固めがもうすでに完了しているという状況になっています。でその中でもう一段上昇を試せるかどうかの重要なポイントが今の価格帯になっているということですね。これを抜ければ次の抵抗レベルは2260まで一気に開くことになります。まあ、こういった上昇平行チャンネルで考えると、まずは2000ドル、その後2300を試しに行くとか、まあ、そういった展開になる可能性は十分にねあるんじゃないかなと思います。まあ、その起点となるのがこの1560の明確なブレイクですね。今のところ日足ではブレイクしていますが、しばらくここで揉み合った後上を試していくというふうな相場になるんじゃないかなと予想をしております。一方でソラナに関しては105ドルまで下がってきました。一時127ドル付近まで上がりましたが、一気に下がってきているという状況です。でこの通貨の一番注目されるポイントって僕は80ドルだと思ってるんですよね。はい、もちろん上の138っていうところも意識されますし、下の80ドル、まあ、この2本がですねやっぱりここ最近では一番注目されるラインになってくるんじゃないかなと思います。つまりこの下落が80ドル付近まで達すれば、ここでしっかり反発してくる、もしくは80ドルよりちょっと前に反発してくる可能性っていうのは十分にあるんじゃないかなと思います。もしくはこの辺りでね横ばいを形成するみたいな形になった時に、移動平均線との位置関係を見ながらロングエントリー、もしくは現物を仕込むというタイミングになるんじゃないかなと思います。まあもちろんねここまで下げないかもしれませんけれども、下げた場合は全然狙っていっていいんじゃないかなと僕は思っています。それからポルカドットに関してもここ最近結構下がってきましたよね。今が 8.59 ドルまで下がってきています。ただポルカドットに関しては、まあ、すごい勢いで上昇したものの、大きな目線で見た時のこの8ドル付近の水平線ですね、これを結構意識するんじゃないかなと個人的には思っています。なので今若干ね抵抗されていますが、結局のところこの 7.9 付近でしっかりサポートされて移動平均線が追いついてきて、まあ、そこからもう1回ですね上昇に転じるとか、そういったシナリオがですね考えやすいんじゃないかなというふうに思っています。その後は10ドル、もちろんね大台ということで注目されるんですが、その上でいくと17ドル、今移動平均線との位置関係も非常にいいですし、出来高もちゃんと上がって上昇しているということを見ていくと、まだまだですね上昇ムードは続いていくんじゃないかなというふうに予想をしております。最後ドル円なんですけど、今が 140.9 まで下落してきました。はい、今回の下落142円の明確な水平線も下に抜けたし、 200MA ですね、日足レベルの移動平均線も全てこれで抜いてしまうということになりましたので、まあ、相当上値は重たくなったという動向になりましたよね。まあ、非常に大きな転換点になったんじゃないかなと思います。まあ、こうなってくると次のサポートラインっていうのはここになりますね。136円付近、まあ、年末年始薄商いだとは思いますが、逆に言うとですね大きく揺さぶられる可能性もあるわけですね。今の状況だと戻ったとしても戻り売りがですね狙われて、まあ、137円6円付近まで下落しに行くんじゃないかなというふうに個人的には予想しております。もちろんまたこの136円7円付近では大きくサポートされる可能性も十分にありえますので、逆に言うとショートに入った方は
ここで利確したいということは、この辺まで下落してこの辺で止まってくるみたいな、そういったシナリオですね、今のところをイメージしております。ということで今日は7通貨とドル円の状況を見てきました。まだまだアルトコイン吹き上げてないものがいくつかねありますし、まあ今の状況を見ていくと、アルトシーズン真っ只中ではなく、アルトシーズンの初動みたいな感じで僕は捉えているんですよね。そしてこのアルトシーズンが本格化するときどうなるか、ビットコインとともに全てが上昇するフェーズになると僕は思っています。まだだいぶ先になるかもしれませんが、いずれにしてもまだ上がってない通貨に関しては仕込めるねチャンスが引き続き続くと思いますので、まあ、無理ない範囲でですね、積み増しを行っていくっていうのが今一番いい戦略なんじゃないかなと個人的には思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。おそらく年内明日の動画までですね上げたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。